猫仕様です。本当は撮る予定だったんですけど、普通は撮るんですけど、こうやった後隠してもらって、じゃん。パジャマじゃなくて、これは可愛い私服です。パジャマじゃないです。ルルちゃんはここにいます。扇風機当ててます。シェアしようっと。新種の特典会まであと5日なんてあっという間だね。そうなんですよ、あと5日なの。こんばんは、お久しぶりです。みんな元気でしたか？連日お疲れ様、ありがとう。そう、やっとね、なんか何も考えなくていい休みがあるんですけど、8月は本当に毎日、8月始まってからすごく毎日毎日、ありがたいことに忙しくさせてもらってて、8月8日がね8期生のコンサートだったので、もう8月1日からもうずっと8期のことばっかり考えて、8月9日は今日放送があったね、なるべく喋りたいの収録とかお仕事があって、で8月10日がサマステで、8月11日が手をつなぎながら公演で、8月12日の今日が S 公演という、怒涛のね12日間でした。やりきった配信。そう、でも何も考えなくていいとか言ってるけど、全然考えることはいっぱいあるんですけど、そう、まあやっといっぱい寝れるっていう、とりあえずいっぱい寝れるっていう、先月初めてあゆい怖い見に出るうちに釣られました。え、嬉しい、ありがとう。また釣られに来てね。めっちゃ嬉しい。本当に体調大丈夫でよかった。本当にそうで、なんか本当に体調崩しそうだなって、でもなんかなんとなく大丈夫でした。なんか大丈夫の予感はしてて大丈夫だった。体調はね大丈夫だったし、やっぱ楽しかったから、普通になんか大変よりも楽しさが勝ったから駆け抜けれましたね。そう、めっちゃ濃くなっちゃった。楽しかったから乗り越えられた3日間
で今日はまあ猫耳ヘアしたんですけど、まあ本当はねどういう髪型、これはこの髪型はあのマリンがね猫耳ヘア誘ってくれて猫耳ヘアでも、なんか絶対こういう髪型似合わないと思って最初はちょっと断ってたんですよ嵐からの隠れ場所の髪飾りがカチューシャ だったりするし猫耳無理ってなったけど、猫耳ツインならなんかちょっと可愛いかもと思って、猫耳ツインならみたいな感じでって言ったらマリンが猫耳ツインやったので、ジェルカもお揃いでって言って猫耳ツインを一緒にしました。そう、で今日ねショールームできたらしたいなと思ってたから猫耳ショールームしたいのでって言ったら、こうやってピタってねここにピンを止めてくださって、メイクさんがで、このまま家に帰って今猫が出てきました。すごいよねこれを作り見て、ちょっとここで止めてあるんです、ここまで。だからメイクさんにね、なんかこの髪型の取り方、あのお風呂入る時とか手こずりそうだったか、でも簡単でした、聞く限り。すごいよね、めっちゃ細かい、かわいい猫耳ツイン。でも可愛かったのでまたやりたいなって思いました。そう、なんかルカ顔が丸いし面長だから、なんか猫とか、まあ、クマもそうなんだけど、クマとか猫もなんかやってみて気づいたんですけど、なんかもっと顔がちょっと可愛くなくなるみたいな。そう、ねえちょっと話したいことめっちゃいっぱいあるんですけど、てかビブスって劇場でもめっちゃ目立つ、めっちゃ目立つよ劇場でも。そう今日ねコンサートも2日間公演があったんですけど、8期のコンサートで出した8期のグッズのねビブスがねめっちゃ目立つので、今日もその公演ね2日間連続あったから久しぶりの公演だったの、昨日が鉄のでゼッケンピンクの方すぐめっちゃ目立ちます、一瞬でわかるから嬉しい。サマステでも他のメンバー8期のメンバーはの名前着てるファンの方がいてすぐわかった。ルーちゃん推しの方で着てる方いたのかな、わかんない。めっちゃ目立つからもう気づいてほしいとか言う場合は来たら一瞬でわかります。ビブースは本当にびっくりした、かわいい。ちょっとね、こんばんは。あ、今日メイヤサイドスでルーちゃんのサイを見つけまして7月16行ったんだね。え、そうなの、メイヤサイドさんがね ルカ井上ルカさん推しの方来てたって言ってたんですけど、もしかして、もしかして、熊本いたの今日。そう、実はね行ったんですよ、まだ写真を載せてないんですけど。でもとにかく私はもう明日から夏休みと言いますか本当にそうなの。だから明日の私のスケジュールは生誕祭のブログを書くっていう。そう、まあでも一旦アラームかけずに寝ますねえ、メイクさんの技術すごいよね。チキのレブ超楽しかった、また会いに行くね、待ってるね、嬉しい。待ってるか、めっちゃ前のコメント読んでたかも。2ヶ月前のこと覚えてる、覚えてるよもちろん。
いやなんか そう、でもなんか軽々しい気持ちで、言い方ってなんかわかんないけど、なんか軽々しい気持ちで書きたくなかったというか、そう、なんか大事なブログは、しかもなんか全然さ文章とか書いてないから、なんか多分久しぶりに書いたら一気に拡散というか、なんか久しぶりに更新したぞ、何事だってなるわけじゃん。だからこそなんかあんまりなんかなんだろう、タラタラっていう感じじゃなくて、ずっしり私は書きたいので、そう、それを書ける日がついに明日来たっていう、そうそうなの。めっちゃお待たせしたんですけど、本当にお待たせしました。まだ本当書いてないけどね、そう明日あの書くので待っててください。そう、時は来た、それだけだ。ルルちゃん夏バテかな。ねえルルちゃん爆睡だよ。いやでもね、本当に語りたいことめっちゃあるの。8期のライブとか、え、みんななんか何聞きたいですか。なんか久しぶりすぎてもパパパパっていっぱい喋りたいんですけど、本当はね、なんかルカもね、なんか今本当は7月の気分なんですよ。なんかもう8月なの信じられないし、なんか8期ライブが終わったことも信じられない、正直。そしてなんか何、なんかルカに休みが来ることも信じられない。なんか本当にね、嬉しいことにね、いろんなことをさせていただいてたんです毎日。だからね、ファンの方ついてこれてるかなって思ったりもしたんですけど、なんかでも昨日はね、久しぶりの、昨日と今日は久しぶりの劇場公演だったから、あ、なんかホームに戻ってきたって気持ちがすごいして、すっごく楽しかったし、なんかね、今日ね、あのちかさんが最後のお話の時に、あのお盆休みの方もいると思いますがみたいな、まあそういう無視した時に、もう首振ってる方がいて、もうさ、みんながさ、世間が休みって時に働いてる方もいっぱいいるわけじゃないですか。だからね、それなのにさ、今やっぱこの世の中本当に大変な毎日なのに、なんか本当に当たり前じゃないことしてるんだっていう、しかもそれを見てくださってる方がいるってなんて幸せなんだと思ってさ、すっごい噛み締めました2日間。お盆休みみんなはありますか。明日からも仕事です。お盆休みって何ですか。お盆は逆に休めない仕事で、そうなの。そうなんです、私も働いてます。明日仕事行くよ。そうだよ、ありません。逆にメンバーにも夏休みが楽しみました。絶賛休み中です。あ、そうなの。いつまでお休みなの。みんなお休みの方は15日まで休みない。今お盆休み11連休中です。え、すごい。でも休めるときにいっぱい休むんだよ。今日も爆睡します。爆睡しろ。ルカも爆睡するんだ。お休み続けてます。15日までお休み。あ、みんなが休みときが忙しい仕事な。あ、アイドルと一緒だね。え、アイドルですか。なんかさ、メンバーも SK もさ、みんながまあ世間で言う土日がみんな休みじゃないですか。土日にトーク会とかがあるから、なんか本当だから曜日感覚失われたりする、失っちゃったんだよね。逆にさ、平日はさ、今までずっと学生の時は
平日毎日学校行くのが当たり前だったのに、平日休みとかあるとあれ今日休みだって自分の中でそれがもう土曜日になるわけで、そう、みんな大変だ。今日も仕事してうんお疲れ様だよ。いやあれかみんながね頑張ってると思ったら頑張れるよ。何十年働いてきて初めての10連休中、嬉しいね。それはもう思う存分休んでね。すごい、何十年働いてきて初めての、本当にすごい。今一気に止まっちゃった。充電はまだ 91% もあった。ただいま。大丈夫かな、変な状態で止まってないかな。あーティフね、ティフ平日だったよね。しかも配信もなかったからね、ティフねえ本当に辛い。半目だったの、ルーちゃんのバブルってどんな感じ。ルーちゃんのバブルどんな感じ、ルカのバブルどんな感じですか。あでもさっき初めての動画を送った、動画みんなからコメント来てる、嬉しい。あるメンバーとの動画を載せました。昨日は音声メッセージ、ずっと音声メッセージだった。ルーちゃんのバブルはルーちゃん彼女やったっけって感じ。思ってた以上に使いこなしていて驚いた。草楽しいよ、ボイスや動画嬉しいです。たまに来る音声に癒されてます。電話機能が気になりすぎている。何それ、動画来てた。アイドル側がどう見えてるの、隅から隅まで見えてる。で背景変えれるんだよね、背景さ変えれるらしくて、どんな背景にしようか悩んで早数日。ファンの人のアイコンってルーちゃんに見えるの、なんかねみんなのアイコンね絵文字だよ、絵文字です、絵文字。音声メッセージ送ってきてくれるの嬉しい。バブルした方がいい、バブルすると楽しみが増えます。なんかやっぱ新しいバブルっていうね新しいコミュニティがね始まったんですけど、なんか今 SKE はすっごく SNS が多いんですね。でまあめっちゃ悩んだんですよ、どうしようかなって。まずバブルを仕組みをそこまで知らなかったので、どんな感じだろうと思って、まあ講習会とかそういう説明を聞いた時に、なんかバブルはそうメールは文字しか送れなくて、なんかボイス機能が送れるんですよバブルは。でなんかねまあ自分はやっぱりなんか SK48 がね初めてそのバブルっていうそのなんか SK がバブル始めるっていうそのなんだろう最先端のことを SK がいただいて、バブルさんからなんかそれに自分もやっぱりね追いつかなきゃというか、なんか
すごい楽しそうだなと思ったし、なんかねもっとみんなと距離を縮めたいなっていう気持ちがあって、だしなんかもっとルカのことバブル通してだったら新しいことができるっていうのが一つ大きかったかな。そう、まあ、インスタだとまあ映えだったりとか、まあ、ストーリーには動画載せれるけど、まあ、20時間で消えちゃったりするし、そうで、なんかまあ自分はねメールとかもあるんですけど、メールはそう音声が送れないんですよ。だからモバメの音声版というか、そうなんか秘密のトークって感じです。そう、あ、そうそう、せっかく使えるなら使わない選択肢はないよね。本当にそうです。なんかそのバブルがね始まった時に妄想で、まあ、他のメンバーがやっててファンの方とすごい楽しそうななんかやりとりしてるんだろうなみたいな思った時に、自分はなんかなんで始めなかったんだって後悔するのも嫌だなって思ったし、そのそう、最近は楽しくてボイスメッセージを主に送ってるんですけど、そう私さ、なんか他の人がさファンの方と距離縮めてるの見るとさ、なんかルカもみんなともっと仲良くなりたいのにっていう気持ちとかもあったのでバブル始めたし、そのバブルはね登録すると過去のが見れないんですよ。そう、過去のが見れなくて登録した後からの投稿しか見れないので、そう私さ、なんかやっぱ自分も、もっと楽しんでもらう活動を通して楽しんでもらいたいなとか、何を届けれるのかなみたいな、8年目の私はみたいな思った時に、やっぱりそのなんだろう、新しいコミュニティを使って新しいことをしてもっとみんなと距離を縮めたいなっていう気持ちが多かったんだから。遡って確認ができないから今ブルーを始めないとだよね。そうなの、だから迷ってる方はぜひ始めてください。でも無理のない範囲で楽しんでほしくて、なんか応援するのが嫌になったり辛くなったらそれは違うので、自分が楽しめる無理のない範囲でなんか私のことを応援してほしいし好きになってほしいなっていう思いがあるんです。そう、私なんかバブルもねコメントがね、あ、そうコメントがねすぐ返ってくるの、みんなからの。だからそれもすごいリアルに感じれて嬉しいです。そう、登録日数が増えるほど返信できるメッセージの文字数も増えるので早く返った方がいいです。あ、そうなの？あ、そうだ、なんか見たコメント、あ、そう755で距離縮まってるね。そう、そんな感じ。そう755もねやってたんですけど、そんな感じでもね返信機能とかもできるらしくて、そう返信タイムとかもしたいんですよ。でもなんかコメントとか見てると埋もれてると思って送ってますとか、多分見られてないだろうなと思ってなんかつぶやきというかそういうコメントを見かけるんですけど、
全部私見てるし、なんかとっても見てます、なんかめっちゃ見てます、めっちゃ見えてます てかみんなのことめっちゃ見てる、そうだから私の日常をね、いっぱい送っていきたいなって思ってるし、まあ、もちろん、いろんな SNS があるので、毎日どっかの SNS は絶対に動かしてるので、それを楽しみにしてもらえたら嬉しいなって思うし、まあでも一番はモバイルメールが私の一番のね、特別なんか一番近いって思ってもらえる SNS かなって思ってるので、ぜひモバメ撮ってないよって方もぜひいつでも間に合います。モバメは撮ると過去のが見れないのかな、モバメも、過去は見れん、あ、じゃあそうなんだ、メールも登録すると先が見れないってことだよね、そうだからね、まあなんかもっと好きになってほしいなっていう気持ち、前向きな気持ちで悩んでやろって決めたので、楽しみにしてほしいなって思いましゅ、そうちょっとね、めっちゃなんか喋りたいこといっぱいあるんですけど、めっちゃあるの、でも今一番話さないといけないのは、まずは現在ね、愛のホログラムの握手会とトーク会追加日程の9月7日と8日の幕張メッセのね、トーク会と握手会が受付中なんですけど、9月7日は浴衣の日なんですけど、浴衣は残りね3部と7部と8部で、9月8日、これはもうコンシングル最終日は6、7、8部、嬉しいことに完売が増えてたんですけど、そうみんな待ってるよ。で9月7日の浴衣は初めて、人生で初めてトーク会というもので着るんですけど、なんかずっとね着たいなって思ってたんですけど、なんかその勇気がなくて、でもなんかちょこちょこ浴衣着てほしいなみたいなコメントもことを言っていただいたりとかもしたので、私なんかルカが着たいって思う浴衣がネットで見つかってたので、浴衣着る練習、一人で着る練習して挑もうと思ってるのでぜひ会いに来てほしいなって思うのと、9月8日のはもう本当に追加日程決まって、もうこの愛のホログラムはシングル最後のトーク会ですし、やっぱりねこのシングルではね、そうすごく私にとって特別なシングルになったので、ファンの皆さんにとっても特別なシングルになったと思うし、やっぱねこれからはもう次につなげていかないといけないっていう、やっぱりに来てくれたら嬉しいなと思ってます。だから浴衣と
最終日の2日間ね、両方土日2日間の私を楽しんでほしいなって思うので、あとね2日間とも3部しか残ってないですし、今先着順なので迷ったら行くしかないよね。幕張買うか迷ってるーちゃんって待ってるよ、日曜会いに行きますね、嬉しい、待ってるね。やっぱ夏の締めくくりはルーちゃんで決まりってことで、うん、そう、やっぱ最後はね楽しく、愛のホログラムのシングル最後はねいい締めくくりで終わりたいなってみんなと思ってるので、ぜひお待ちしてます。ビブス来ていこう、来て来て待ってる、ビブス楽しみ、確かにその8期のコンサートの話だったり、まあ、公演の話だったり、まあ、私の好きなところだったり夏のお話だったり、私何でも受け付けてるので NG ないので、トーク会のぜひ待ってます。ね、でもビブス8期コンのビブスって会場販売がなくてネット販売しかなかったから、なんか実際なんかどの人数の方がどれくらいの方がビブスゲットしてくれたんだろうってめっちゃ思う。そう、会場でなかったかネットで注文してくださった方だけがゲットできたビブスなので、そう、会場で買えたの？会場あったの？そうなの？出たんだ。そうなの？そうなの、じゃあ会場で買った方もいたんだ。そのなんかグッズの話楽屋でしてる時にそうビブスはネットだけだったからそれ以外だねみたいな、なんか MC で話としたらってなったんですけど、そうなの、嬉しいね。じゃあ会場で買ってくださった方もいたのか。嬉しい、会場で買いました、嬉しいね。なのでぜひマチキコンの話だったりとか何でもしましょう。やっぱ最後なのでね、私はみんなに会いたいなって思ってるし、やっぱ関東のねファンの方をもっともっと増やしたいし、関東での握手会とかトーク会はやっぱ名古屋よりも そうあれなので、関東でももっと広げたい、ルーちゃん推しを来てくださる方をもっと広げたいので、私も楽しませるしみんなのこと待ってるよ。先着順なので会いに来るなら今のうちです。今リツイートしよう。でも遅いかな。リツイートするね。物勝ちなのでルーちゃんの独占権ゲットしに来てください。はい。でそして次が9月の8月の17日に名古屋の星野書店近鉄パッセさんで写真集の事前予約会があります。待って、あと4分だ、悲しい、もう終わっちゃう。あるんですけど、そう、そちらも、ぜひ予定が空いてる方は来てほしいなと思うんですけど、まあこの話するとルカ絶対喋る、話すと思うんですけど、今から話す内容を、まあ、ルカの写真集は11月の13日に発売するんですけど、発売まで
今8月だから90、あと3ヶ月もあって、多分普通だったら9月に発表してあと2ヶ月後とかだと思うんですけど、なんかねもう6月の生誕祭でね発表させていただいたので、それまでの期間どう楽しませようかなみたいなの考えた時に、まあ事前予約イベントっていうのがあって、なんか11月発売で8月と9月にね名古屋と東京でさせてもらうんですけど、なんか本当に前代未聞らしくて、このイベントがメンバーでは誰もやったことがないイベントならしいので、本当になんか初めてのことだし、やっぱ私の写真集出すっていうのも本当に普通に考えたらもう一度きりなんですよ人生で。だしまだね先行カットも2枚しか出てないし、発売日タイトルもまだ決まってなくて、発売日しか決まってないんですけど、来てくださった方はなんとね私の写真集の先行カットが見れちゃうみたいですし、一緒にチェキも撮れたりするので、そうで私のねその写真集のイベントっていうのが8月17日がもう一番最初の写真集のイベントになるんですよ。しかも予約前の、そうだからみんなにそのルカが11月に写真集出すことを忘れないでもらうために、楽しんでもらうために毎日ねカウントダウンもしてますし、私もなんかすごいどんな感じだろうってドキドキなんですけど、絶対に楽しいので、会いに来てくれたら嬉しいなって。予定空いてる方は多分当日来れるよってなっても来れると思うので、8月17日が初めてのイベントなのでチェックよろしくお願いします。もう終わっちゃうからスクショタイムするね。かわいいルルちゃん、寝てる。ありがとう。またね。愛のホログラムのトーク会と握手会待ってるよ。またショールームするから会いに来てね。